ヤブカラスティック。はい、ルーさん、はい、今日はね、うん、スリーケンティーヤ、ね、そうなんだ、ティーヤね、うん、三軒茶屋、ね、うん、ええ、今日はあの追い花っていう、ね、追い花ね、はい、ルーさんぐらいの年代の、ね、そうなんですよ、ルーさんぐらいの年代の方でまだまだこうチャレンジされてすごいですよ、うん、にこうスポットライト、はい、番組、うん、KDDI さんの、ね、はい、番組なんですけど、ええ、それの収録を今終えまして、終えて、ルーさん、はい、明日から大柴家の夏休みでしょ、そうなんですよ、ね、うん、どこ行くんですか、あの木更津のね、うん、あのあれ三日月っていうね、ね、温泉ですね、うん、ホテル三日月今ね、うん、やってんだよねテレビで CM 流れて、ね、この間聞いたから、うん、リッスンしたから、うん、映像なんだって、うんうん、だってあれずいぶん昔ですよ、そのホテル三日月のテーマコマーシャル、コマーシャル、いや見たの、あ、見たのはね、うん、でも今新しくなってるよ、あ、そうですか、うん、ただあの歌は一緒、うん、ゆっくりな、なんとかのんびりっていうね、ホテル三日月、そう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 、ね、これがねやっぱ耳に残るんですよ、だからね、孫たちもね去年連れてったんだけど、はい、このソングを、うん、うちのショーが、うん、孫に聞かせたら、うん、歌うようになっちゃって、おー、うん、三日月には私の高校時代のフレンドが、うん、ちょっと働いてるんで、ね、撮ってもらったりしてるんですけどね、宇津木さんです、うん、宇津木、ね、うん、明彦ね、うん、イワシいただいたのも宇津木さんです、ね、そう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 、ね、イワシをね、私もいただきました、はいはい、ありがとうございます、美味しかったです、美味しかったよね、あのイワシ、はい、それを明日から、そうそうそう、何泊ですか、2泊3日、トゥリーサ、トゥリーサラズ、そう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 、キサラズ、キサラズね、近いけど、うん、なかなかこう木更津に泊まりに行くってね、あんまないです、うん、ただ混むと思うんだよね、車で行くから、おう、アクアラインで、ね、そうです、アクアラインで、ルーさんちゃんはあのリバー崎、川崎だから、うん、リバー崎だからもうすぐ乗れますから ね、上の方からこう降りてきて、まあでも長男が、うん、タイガーが運転していく、うん、プリウスアルファを、うん、そうそう、テーマロングタイムだからさ、うん、もうちょっとリトルビッておじいさんですから ね、もう一人の次男さん、次男は次男の車で行くと、うん、で、もうなんか あいつら自身が考えてるみたいよ、うん、私のただついていくだけだから、うん、じゃあホテルで合流ですか、合流じゃなくてこっちか、回転寿司の店があるんですよ、はい、そこで合流です、なるほど、うん、途中にね、うん、いいで、チェックインが2時からだから、はい、うん、だからもしかして早く着いても荷物をちょっとフロントに預けて、うん、なんかプールで遊びたいっつってますね、何時出発ですか、うん、2時、私がね、せがれのところに行くのは9時ですね、9時、うん、おお、うん、早いですね、ちょっと早いねそういうスケジュールが入ってきたから、うん、それはだから私と女房で、うん、彼ん家行って長男家行って、うん、で子供たちとか孫が、うん、じゃああれですね、6人乗りで行くんですね、そう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 、もうフル7人乗りですもんね、そうそうそう、プリウス だから後ろ一つ作らないと、うんうん、これ天気もいいしね、暑いと思うけどね、でも、うん、海があるし、まあ、そうプールはプールがあるから、ね、暑くても、ね、うん、よかったですね、夜はじゃあお酒飲んで、そう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 、そんで、温泉入って、うん、私らはプールじゃない、まあ、息子たちがみんな、嫁さんも、うん、子供を見るんだけど、そうね、一日はどっか、その、木更津の近くの、なんかこう、遊園地みたいなところをちょっと探してるみたいな。もうん、マザー牧場に行ったって言ってましたっけ、マザー牧場はドイツ村に行った。あ、ドイツ村か。うん、ドイツ村もね有名ですもんね、まあ、ちょっと広いすぎるよね、うん、ドイツ村ね、テレビのロケよくやるらしい、あ、そうです、ドイツ村さんは協力的だって、うんうんうん、にね、やってくれるっていう、今回はドイツ村行かないらしい、行かないですか、でも千葉だとほら木更津の反対側の勝浦とか、うんうん、すごく関東でも涼しい街、ああそうね、
なんか言ってたね、うん、10度ぐらい違うんでしょ。そうなんです、うん、なんかね、あそこ勝浦の近くの、うん、その水深が深いらしいんですよ、うん、だからね、水がね冷たいから、うん、涼しいです。なるほど。今あの水がね、あの海の水もあったかくなっちゃってるからね。そうそう、でも、うん、あそこなんでかなと思ったら、うん、そう言ってましたよ、震度が。んで、あの、で、水蒸気になって、うん、で、こう山にぶつかって、うん、で、こう、ボン、あの、なんていうの、勝浦の方に、うん、風が吹くって言ってるからね。うん。勝浦とか楽しいかもしれない。そうですね。はい。あとこれ。ビクトリー、裏、うん。うん、はい。ビクトリー。それから、これ見てください、懐かしの。何？ボースネイル。あら、ルージャーの作ったやつ。これね、うん、ちょっと今、家の整理してまして。うんうん。これ前の事務所の名前書いてある。浅井家。浅井家。懐かしいです。お世話になりました。あのね、浅井家。あ、私もお世話になりました。あの、ホースネイル、うん、ルーさんのね、うん、これルーさん、これほら、見せてください、皆さんに。これが、ね、うん、出てきたんですよ。これこういう。これをあの、ルーさんが18歳、19歳の時、そうそうそう。ヨーロッパ放浪してる時にね、うん、作ったんですよね。その写真もありますよね。ね、あります。じゃあまあこれでいいや。うん、これ。これです。これこっちで壊れちゃう。うん、これをね、うん、ルーさんね。うん、そう、じゃあ私は、うん、皆さん、これですよ。はい。これをルーさんはオランダで。うん。作って、はい、生活の足しにしてたんですよ。そう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 、路上で売ってたもんね、うんうん、何でしたっけ、50円払って、うん、あのね、ロッテルダムで、はい、あのそういうなんとマーケットみたいのがあったわけ、うん、でそこで、50円払うと日本円で、はい、フリーマーケットできたのよ、うん、だから私も日本代表でそこで売ってましたけどね。ね、多い日は1日2万円ぐらい稼いだ。2万円ぐらい稼いだね。1000円で売ってたんですよね。そう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 、あのこれを1000円で売って、はい、ってことは20個ぐらい売れたと。そういうことだね、うん、でそういう時はホテルに泊まったんですね、うん、ホテルに泊まって、ね、でない時は野宿したりね、うんうん、いろんなことやりました、ね、それはあれです、これですよ、うん、これがあの皆さん馬の蹄鉄のやつ、釘なんですよ。これをこうグッて曲げるんですよね、うん、これがちょっとね、今じゃちょっと曲がんないかもしれない、かなり力いる、力いる、ね、うん、これを曲げて、うん、これの状態にする。そうですね、え、すごい今思い出だね、これもう今から、ね、だから52年前、うん、ブレスレットなんですよ。ちょっとね、今、外れちゃってるんですけど、うん、ブレスレット、ね。そうそうそう、そう、うん。これもね、あの、芸能界に入ってから、あの、西田敏行さんに作って、うん、あの、奥さんにあげてくださいって言って、そうだった。すごく喜んで、ね、奥さんとお話しした。うん、そうだそうだ、西田さん。西田さん元気ですよね。うん、どうなの？ナイトスクープね、もう、お嫁になってから、あれですけど、我々もあんまり呼ばれなくなっちゃいました。そうそうそう。今ちょっとずいぶん変わったね。ねえ、うん、という、はい、懐かしの品をお見せして、うん、はい、だからちょっと夏休みでね、楽しんでいきます。はい、はい、それでは See you。